皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もユニグルブ2021の動画を撮っていきたいと思います。はい、ということで、今回月曜日になりましたので、また情報がね、解禁されたのでそちら紹介していきたいと思います。はい、まずはアイコニックが確定しました。1月27日17時より、メンテ時間がね変更になっているので17時からになっていますが、今回レアルマドリードのアイコニックということで登場が確定いたしました。いやー、誰が来るのか結構気になりますが、ベッカムのレアル版がねデータ入っているので、そこが楽しみにされている方多いみたいですが、グティとかモリエンテスは新しいデータあったのかな。他カシージャスなんかもあってような気がしますが、その辺が注目ですね。どの選手が出てくるのか、おそらく3人くらいでしょうね。レアルアイコニック結構楽しみにされている方多いみたいなので、コインをね残しておいてください。はい、それからサンパウロアニバーサリーキャンペーン来ましたね。パートナークラブサンパウロの創立日を記念したキャンペーンを開催します。創立日を記念してクラブの注目選手を獲得できるスペシャルエージェントクラブセレクションサンパウロ ×3 枚ということで、こちらもメンテ明けに配布されるようなので、 CS 選手が3人引けるということで、これはね確実にね引いていきたいですよね。はい、今回サンパウロのクラブセレクションで選ばれると強くなるんじゃないかなと思う選手を1人だけ挙げておきます。こちらのイゴール・ゴメスという選手ですね。年齢は21歳と若い2列目からの飛び出しを持っている選手で、上限はノーマルだと48レベルとかなり高めになっています。はい、能力でいうとかなりバランス系という感じで、85付近の、ね、能力がかなり多くなっていますし、もうちょっとで80に届くようなフィジカルボディコンだとか、あとはセットプレー系だとか、かなり平均的に能力の高い2列目からの飛び出しとなっています。コンアンが5ということでライブアップデートは気になるところなんですけど、スキルは結構優秀で、ダブルタッチ、ミドルシュート、ドロップシュート、ワンタッチパス、スルーパスなど、足元シュートパスと、2列目からの飛び出しで持っていてほしいスキル系は結構多くね持っているのかなと思います。ちなみにエラシコつけると特殊ダブルタッチできるので、そのようなね、追加枠なんかも残してるのもいいですね。おそらくトップ強化はプラス10になるので、どこがトップ強化になるのかもポイントですし、あとは多分若い選手なので、4-3 とか上がるんじゃないですかね。そう考えるとバランスのいい2列目が登場するんじゃないかなと思います。ポジション適性も薄い適性は多いみたいですが、そこをね、ポジトレでつけてあげればいろんなポジションでね使うことができそうです。もしかするとこの選手がね、ラインナップに入ってくるかもしれませんので、3回引けるということで、確実にねそれは引いておきたいところですね。はい、それから今サンパウロにいる選手でかなり有名な選手で言えばダニ・アウベス選手がいますけど、こちらの選手なんかもおそらく搭載されるんじゃないかなと思うので、好きな選手という方、コア7ありますね。結構優秀な選手だと思うので、ぜひ獲得狙ってみてください。ユーティリティプレイヤーで中盤全てできます。はい、ということで、こちらのチャンネルではこのような、いろんな情報をね、紹介やっていますので、チャンネル登録まだの方はよければチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。